第4試合です。赤コーナーですけれども、横浜アリーナ以来のですね、ツインタワーアタックということで非常に大きな2人にお越しいただきました。南選手、はい、久しぶりにね、またこの大きなアタックですけれども、はい、どうでしょう。やっぱり三田とは呼吸が合ってきたんで、今日の相手は眼中にないです。6月15日に太田で LLPW の選手と当たるんで、今日の試合は最後に私の先頭が出るか、それとも三田のディスプレイボームが出るか、ファンの人には楽しみにしてもらいたいと思います。はい、三田選手、今日もデスバレーボーム出ますか。はい、4日後に、LL との対抗戦が控えてるんで、いつも以上に気合を入れて頑張りたいと思います。相手のチームはね、スピードでかき回してくるっていうふうに、見られますけれども、その辺はどうでしょう。いや、そっちが向こうがそうならこっちはまた別のあれでいきたいと思います。はい、期待します。頑張ってください。対する青コーナー、伊藤渡辺組です。伊藤選手、今日は相手がかなり大きいですけれども。そうですね、自分たちちっちゃいんですけど、相手が相当大型の選手なんで、そのパワーに負けないようにガンガン動いて、今日もフットスタンプを出して頑張りたいと思います。そうですか、スピードでかき回すという感じですね。はい、そうですね。渡辺選手、今日はどんな戦法で。相手もやっぱ伊藤が言ったように自分たちと違って大きい相手ですけど、そのパワーに負けないように自分も頑張りたいと思います。小気味良い、ね、動きを期待してますので頑張ってください。第4試合タックマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、極門刀165パンス、渡辺智子。同じくジャングルジャック全日本タッグチャンピオン、150パンス、伊藤佳央君。赤コーナー、ラスカチョレソレンタレス165パンス、三田悦子。同じく160パンス、南鈴鹿。レフリー笹崎克己。第4試合ですけれども、まあ、リングを見ていただければお分かりのように、非常にデコボコ、デコボコと言いましょうか、大きい人2人対小さい人2人、小さい人2人という、なんとも個性的なタッグマッチ、30分、ね、一本勝負ですけれども、南鈴鹿さんというか、さんって言ったら、さんって言っちゃうのはなんかあれですけども、ついつい言ってしまうという、だって、はい、髪の毛を切ったという話をしようと思ったから、あ、なるほど、まだ下の方ちょっとソバージュという感じで残ってますけれどもね、はい、セミロングぐらいの長さになっちゃいましたね。表情が少し見やすくなったかなという感じですか。どうでしょう、なんか巡業から帰ってきて髪の毛をなんか床屋さん行った、パーマ屋さんでしょうね、行った選手多いですね。新規一点、ちょっと下でさっき長谷川選手なんかの髪を切った感じでした、はい、さあゴングと同時にまずはこの前場切ってのツインタワータックが、おっとこれはお大きさに物を言わせての攻撃だったんですけれども、さあこちら小気味よい動き、スピードでなんとか撹乱していこうという、おっとこれは見事にトンボを切って、あっ強烈に顔面を捉えたドロップキック、ドロップキック高さがありましたね。はい、173センチぐらいありますからね、三田選手は、顔面を捉えるというのはかなりのジャンプ力が必要となりますけれども、はい、見事にヒットしました。三田選手、大きい三田選手に対してですね、はい、伊藤選手は割と自信を持って攻めていましたね、気持ちの、はい、気持ち的に逆にこう当たっていきやすくてやりやすいっていう部分もあるのかもしれませんけれどもね。さあしかしこの南と三田ですけどね、下田を加えた3人で、はい、今度6月15日ですか、はい、LLPW の大田区体育館に参戦するんですよ、はい、ですので今日はまあ一つの前哨戦というか、で南と三田も組んでるようでタッグ組んでないですから、ね、チームワークというのを確かめようと、大きなところでは横浜アリーナ以来ということになりますか。この辺りでコンビネーションの技も
試しておきたいというふうに思っているんでしょう。それにしても南選手が一人入るだけでなんとなくこの試合のムードが落ち着いたものになっちゃいますね。さあテクニシャン南、このお母さん、この南選手の右腕の包帯はちょっと気になりますが、バンテージは、はい、そうですね、これはもう最近ずっと、まあ、あの膝でやってるんですよ。ああ膝、ちょっと右足のサポーターが膝もですね、あの一時期東北巡業の頃は動けなかったですからね。あそうですか。おっと、これはセカンドロープを降りしての、まあ、フットスタンプですね、これはね。いやまた、あそしてお腹の上で足踏み。今日はまあ、伊藤のこういう攻撃もさることながらですね、あの前回後楽園であの三田がですね、あのデスバレーボムを初公開、相当すごいですよね。今日もね、まあ、あの試合前狙ってるというふうに言ってましたけども、これが出ますとね、あの身長からあの落差で脳天から防ぎようがないでしょう、ね、脳天をすごい技が、ね、開発されちゃう、もう抱えられたらジエンドという感じで。そうですね、実はジャパングランプリでそれを食ったのが南、今タッグを組んでいる南選手ですけれども、南選手からの初ホール、ですね、はい、もうちょっと注目されてもよかったんじゃないかなという気もしますね。いやそれにしても初めて見たときは本当に驚きましたけど、あの技は今日もう一度この後楽園ホール出るでしょうかね、満員のお客さんの前で披露していただきたいという気はしないでもありません。はい、展開では伊藤渡辺組の方が本当に試合を自分たちのやりたいように進めているというような、感じがしますね。大きさで負けてる分うまく2人合わせて連携してね、まあ、南伊藤としては受けて立つという形で、そうでしょうね、やらしてる分もあるんじゃないですか。そうですね、大きいですしね、体が。そのあたりは当然百戦錬磨の南ですからね。今左足攻め込まれてますよね、はい、右足ですか。膝の黒いサポーターはあのレスリング用のサポーターというよりは、はい、スポーツドクターが巻いてくれるような、メディカル用のそういう感じですね。大きなパッドが入ってるんですけどね。ニーパッドというのは本当は膝小僧は出さなくちゃいけないんですよね。はい、あのやっぱりもう10年近くやってますとね、はい、やっぱりもう膝も悪いし腰も悪いっていう選手多いですよ ね、 ですね。まあやはりしかも腰も両方怖いですよね。東北そして北海道南連戦もこの満身創痍の体で乗り越えてきました。まあどの選手もそうなんでしょうけど もう本当によく試合をやっているなという感じが、もうそれだけで感服してしまいますけれども、最近渡辺がこう膝とかね、はい、集中してキックするのをよく使いますね。そうですね、試合の進め方を覚えてきたという意味で、また渡辺選手といいますとバット吉永と組んでいるシーンを思い出しますよね。ただ今日見てみると伊藤渡辺組というのもなかなかいいですね、なんか釣り合い取れてるような感じもしますね、はい、うん、あの 色取りっていうんですか、なんかあのいいですよね、色味がね、パステル調でね、二人とも非常に華やか。さあそして、高さに物を言わせてのもう本当にね、摩天楼の攻撃ですけれども、こちらも得意の三田のパターンにこのままはまっていってしまうのか渡辺、ね、ダブルチョップ、すごい音が館内に響き渡りましたけれども、カウントは2、まあ、LLPW との、ね、一騎打ち前には負けてられないですからね。そうですね、また大きさを感じさせるレスリングをするようになりましたね、あの三田選手、まあ、今までは持て余していた持て余していたというふうにね、素質あるいはもう資質という面ではもう群を抜いていると言われながら、もう一つ使い切れていないんじゃないかという感じを言われていたんですけれども、あの大きいから怖いという場合もありますけれども、はい、大きくて気が小さい人というのはなおさらいじめられっ子になっちゃいますから今度、はい、あのよく背が高い人は気が小さいなんていうふうに一般的に言われたりもしますけどね。あのクラスに一人ぐらいいましたねみんな、はい、さあその辺はだいぶいよいよ一皮もう二皮も向けてきたかなという、そして渡辺のルチャ殺法。さあ一気に形勢逆転というところで元気者の伊藤が出てきますが、しかしそうはさせません。さすがもうこの辺はね、勝負の勘というのが非常にというか正確さで、はい、技の正確さでは群を抜いてますね南選手。スムーズですね、手ぶらドーラコーヒーの見事に決まりました。南ぐらいになると
こうなるとこうなるっていうもう読みができますからね。そうですね。おっとこれも高さを利してのブロックバスター。カウントは